ゾンビ、映画、ゾンビ、現代、ドーム・オブ・ザ・デッド、国際大、ゾンビは、1978年9月に、イタリアで公開されたジョージ・エイ・ロメロ監督の、ホラー映画。日本では1979年3月に、公開された。数多くのホラー作品を手掛けている、映画監督のダリオ・アルジェントが、音響効果、ヨーロッパ公開版の監修及び一部プロデュースを、 担当して制作費を集め、ヨーロッパでの配給権を得た。当時、無名だったロメロは、本作で一躍知られるようになった。全米各地で突如死体が蘇り、少女を次々と襲い始めてから3週間。生ける死体、ゾンビに噛まれて死んだ者たちもゾンビ化して、急速に数を増やし、社会に混乱が広がっていた。フィラデルフィアのテレビ局。 我がに勤めるフランと恋人のスティーブンは悪化していく。現状に見切りをつけ、ヘリコプターで都市からの脱出を決意する。一方、スティーブンの友人で、スワット隊員のロジャーは、とあるアパートの牢上犯制圧作戦に参加していたが、突入したアパート内で閉じ込められていた大量のゾンビと戦闘になる。辛くも切り抜けたロジャーはそこで、息統合した同僚のピーターを、 ヘリでの脱出計画に誘い、スティーブンたちと合流する。4人を乗せ飛び立ったヘリは、燃料給油所でのゾンビとの遭遇を経て、とあるショッピングモールへたどり着く。そして、ラジオ放送によりピーターたちがいた都市は、ゾンビの大群により壊滅したことが報じられた。モール内部は、ゾンビの巣窟と化していたが、物資は、手付け数のまま残されていた。食料と、安全な場所を求めていた。 ピーターたちは彼の提案により事態が収束するまでモール内に泊まることに決まる。しかしモールの入り口をトラックで塞ぐ作戦中に冷静さを失い正気を書いたロジャーがゾンビに腕と足を噛まれ負傷してしまう。封鎖を完了しモール内のゾンビを一掃して物資の独占に成功したピーターたちは最上階の隠れ部屋へ物資を運び込んで新たな 生活を始めるが、負傷したロジャーの容態は急速に悪化してゆく。ロジャーは死んでも蘇らないよう頑張るが、もし蘇ったら撃て、と言い残して死亡する。ほどなくゾンビとして蘇ったロジャーは、ピーターの手により永遠の眠りについた。ピーターたちは、 外部と隔絶したモール内での閉塞感に満ちた日常を続けていたが、ある日三十人近いヘルズエンジルスの一団に、モール内の物資を狙われ、襲撃を受ける。搬入口から侵入してきた略奪者とゾンビの大群。ピーターは手を出さずに、双方の消耗を傍観することを提案するが、略奪者たちに怒りを燃やしたスティーブンは、単独行動を取り攻撃開始。略奪者たちと、 本格的な戦闘になってしまい上階に隠れていた。ピーターも銃撃にさらされる。ピーターとスティーブン、ゾンビ、略奪者たちの乱戦の最中、エレベーターへ隠れたスティーブンは略奪者たちに腕を撃たれて負傷したところをゾンビたちに襲われ、命を落とす。ピーターの奮闘により略奪者たちの戦力が弱まり、そこをゾンビの大軍が襲う形で、次々と駆逐されていった。 ピーターは略奪者たちのリーダー格の一人を見つけ、彼が逃走する寸前に銃撃し、バイクから転倒させることに成功。ゾンビの大群に襲われ男は、ひとたまりもなく、食われてしまった。生き残った略奪者たちが去り、ピーターとフランがスティーブンの帰りを待ち続けて、数時間後、彼はゾンビ化し、変わり果てた姿で隠れ部屋までゾンビたちを引き連れてくる。 ピーターは無言でスティーブンの頭を撃ち抜くとフランを屋上のヘリに送り出す。ピーターは一人残って自殺を決意するがゾンビが部屋に入った瞬間寸前で思いとどまりフランと共に燃料の残りわずかなヘリで夜明けの空へ飛び去るのだった。ディレクターズカット版吹き替えは2010年2月27日夕張国際ファンタスティック映画祭2 0 1 2にて先行上映された。 本作には大きく分けて、下記のバージョンが存在する。日本劇場公開版以外は、BD、DVD で視聴可能。本作は、東京12チャンネル、現、テレビ東京の、木曜洋画劇場で2回放映され、それぞれが微妙に異なる内容となっている。また、冒頭の惑星爆発シーンも日本劇場、公開版とは、編集が全く違っている。 インターネットの映画脚本サイトなどに掲載されている本作の総工ドーン・オブ・ザ・デッド・ザ・ワーキング・ドラフト k 九 n 七1977ではエンディングはピーターが拳銃で自殺フランも回転するヘリのローターへ自らの頭部を突っ込み自殺そして夜明けの空を背景にフランの死体を食っているゾンビたちをバックにエンドクレジットが流れエンドクレジットが終わるとローターの回転が徐々に遅くなり止まる ピーターとフランが脱出するのに十分なヘリコプターの燃料は最初からなかったということを暗示しているといったものだった。ロメロによると実際に撮影が始まる前にこのエンディングは発揮されすぐに書き直された。しかし一時期は以下のことからこのエンディングも一旦は撮影されたのではないかと言われてた。BD ボックス風ニューブックレットのスタッフインタビューによれば このエンディングは撮影されなかったことが判明している。なお、フランのテストダミーは、映画序盤のプエルトリコ人たちが住むアパートにおいて、スワット隊が黒人と思われる男性の頭を銃撃で破壊するシーンに再利用されている。サウンドトラック CD は、通常版10曲収録と、コンプリート版16曲収録の2種が発売された。ただし、 コンプリート版にも収録されていない曲、フランがクリッシュなゾンビに襲われるシーン流れる曲が存在する。ナタで頭割られるゾンビ役のレナードライズはアメリカで開催されているホラー映画コンベンションの常連である。自分のブースでは撮影に使ったナタと同型の模型や自分の頭を割られるのをプリントした T シャツなどを販売している。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。